政府が、韓国をホワイト国から除外するための輸出貿易管理令が去る2日、閣議で議決されたのに続き、7日に交付する予定だ。この過程を経て、今月28日に施行される。韓国は来る28日グループ B に分類され、バルト三国と同じ東急になる。グループ D は北朝鮮とイラク、 ソマリアなど国連武器金融10カ国が属し、C グループはシンガポールや台湾などグループ A、B、D に属しない国家が入る。